スーパーサイズ月光。聞こえますか？こちらコナー、どうぞ。無線機どこ行っちゃったんだろう。あった。グレッグ、どうぞ。そこだったの。ありがとう、ライオネル。やあ、コナー。違った。聞こえます、コナー。どうぞ。やあ、グレッグ。何をやってるの？部屋の掃除だよ。ちょっと散らかっちゃって、片付けないと明日のパレードには行かせないってママに言われたんだ。パレード本当に楽しみだね。グレッグはトカゲの車を見たいんだろ？うん、トカゲのが一番好き。じゃあ早く片付けてね。アマヤと基地で待ってるよ。夜の悪者にパレードの邪魔をされると困るでしょ。基地に行くの？僕抜きで？ずるいよ。でも部屋の片付けは？大丈夫、後でちゃんと全部やる。パレードに持ってくビデオカメラがなくて。基地にあるはずなんだ。部屋にないから多分基地だよ。わかった。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ。ゲッコー、ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ。君の部屋より散らかってるじゃないか。片付けるって言ってたのに。そう、ちゃんと片付けとくよ、後で。ロミオのクサクサプーダー、小さいザーもあるよ。安全な場所にしまうって言ってなかった？うん、言ったよ。でもまあいいよ、僕たちが悪者を見張ってる間に片付けてね。ロミオのマシンで遊んじゃダメだよ。わかった。遊ぶんじゃなくて片付けに使うんだったらいいよね。僕はロミオ、自分の部屋を片付けたら世界を征服してやるぞ。なんだろう、小さいザーのこのボタン。いた。びっくり、ものすごく大きくなったよ。かっこいい。やあみんな。結構誰にやられたの？そのうっかり自分でやっちゃったんだよ。ロミオの小さいザーで反対のボタンを押したら大きくなった。大丈夫、すぐ元に戻してあげる。ううん、この方がずっとかっこいい。ジャイアント月光だ。パレードの邪魔をするやつはやっつけてやる。僕は巨大だ。まずい、何か起きたみたいだよ。ルナガールだ、キャットカーに乗って。月光の一歩はスーパーサイズ月光サウルスの超巨大な一歩なんだ。ゴー。パレードを乗っ取ってやろう。車を盗んで私がパレードの女王になるんだ。サーガのみんな、大きな拍手を。すごいスピードで送ってあげるね。派手な登場だね、いい子ちゃんたち。うわー、なんなのあれ。僕はジャイアント月光、お前からパレードの車を守りに来た。特にトカゲのはダメだよ、お気に入りなんだ。だからなんだ、車を全部盗んで夜にルナパレードをやって町のみんなを叩き起こすんだ。行けかよ。最近の手下はみんな役立たずだね。ルナボード。ガヨ、パレードの車を
ってついておいで。さあ早く持ち上げろ。何してるんだ、もっと本気を出せ。夜中のパレードなんて街の人の迷惑だ。でも大丈夫、いい作戦がある。待って、僕もあるよ、すごく大きな作戦。結構何をするつもり。ゴミ箱を大きくするんだ。あれがスーパーサイズになればルナガールとガの道を塞げるだろう。しまった、やったね。急いで小さくして。結構大丈夫、後でちゃんとやるよ。その前にゴミ箱をうんと大きくしなきゃね。危ない。大きなパジャマスクは大きな失敗をしたようだね。待てよ、巨大なガがいればルナボードなんかいらないね。うわ、巨大化マシンはもらうよ、私のものだ。パレードの車も全部いただくわ。巨大なガの力ですぐ運べる。最後にもう一つ、さようならトカゲちゃん。になったね。これからどうしたらいい。マシンを取り返してまた僕が巨大化する。ちょっと待って、その前に月光が大きくした蛾をなんとかしなきゃ。そうだね。アウレット、蛾をおびき寄せて、その隙にルナガールからマシンを取り返すよ。それから月光がマシンで蛾を小さくする。よし、巨大な蛾よ、いいぞ。ねえみんな、私のこと捕まえられる。スーパーキャットスピード。僕がもらうね、ありがとう。いいね月光、アウレットが目の前を飛んだらガを小さくするんだ。了解キャットボーイ。頼むよ、僕はルナガールを見てくる。うわ、そうだ、キャットボーイの作戦をちょっとだけかっこよく変えちゃおう。は？やあ！ああ、まただよ。うわあ！どうしたらいいの？結構！大丈夫？結構？はははは！私の勝ちだね、おじゃマスク。パレードの車は全部私のものだ。ガを小さくしよう、それしかないよ。でもマシンをどこかに落としちゃった。あそこにある。どうしたらいいだろう。あー、全部僕のせいだ。やらなきゃならないことを後回しにしたから。は？待って、今こそヒーローになろう。カー、僕を追いかけさせたいんだよ。おいで、ハトさん、ハトさん。やった！カーカー。キャットボーイ、ルナガールを追いかけよう。頼むね、月光。しまった。ここも片付けておけばよかった。スーパー月光パワー。遊んでるんだ。よし、いい子だね。あ？キャットボーイとアウレットを助けなきゃ。君を見ていいことを思いついた。車を全部奪うのは無理でも、お前の好きなトカゲの車だけは私のものだ。ルナボード！君
君の負けだよ、ルナガール。空き缶で私を倒す気か？お前のおつむも小さくなったようだね。あはは。あ、どうやったら大きな鳩を元に戻せるかな。ジーサイザーはもう二度と使わないよ。基地の中にしまっておく。散らかしたものもちゃんと片付けるね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。大変だったよ。でも綺麗になったから安心してパレードに行ける。あ、伏せて。あ、よかった、カメラが出てきた。飛び立てアウレット。今日の飛行機のショーすごく楽しみ。熱気球も上がるし、昔の飛行機もたくさんあるんだよ。空を飛び回るの、私みたいに。あの、飛行機はどこですか？わからない。昨日の夜まであったんだけど、朝になったら全部消えてたんだ。ショーは中止ね。とても残念だけど。そんなのないよ。誰が飛行機を盗んだの？ちょっと来て。見て、この小さな足跡、きっと忍者リーノだよ。ナイト忍者の思い通りにはさせない。空の戦いで私に勝てるわけがないもんね。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために、勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。グレッグはヤモリ。ゲッコー。ヤー。コナーは猫に。キャットボーイ。パジャマスク。アウルグライダーに乗って。その飛行機は航空ショーで使うものだぞ、ナイト忍者。それがどうした？僕の方がずっと上手に飛ばせるんだ。どうだ、捕まえられるか？安心してみんな、あんな忍者なんて目をつぶってても捕まえられるから。アウルグライダーターボ。アウルグライダーのライトで目をくらませて着陸させる。気をつけてアウレット、ナイト忍者はいつもずるい作戦を考えてる。空の上では私が一番、絶対負けるわけないよ。空中戦法77、行くぞ。待って、何なの？ベタベタロープ発射。やめて。アウレット、何をする気だろう。わからない、自由に動けなくなった。小鳥ちゃんとお友達を楽しい空の旅に招待しよう。いいかな。うわっ、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 ちょっと、やめて、下ろして。なんだって、今なんて言った？ああ、そうか、落として。よし、いいだろう。すぐにベタベタロープを外せ。
この素晴らしい僕だけになるんだ。お前なんかよりずっと上手に飛べるぞ。空を飛ぶのがナイト忍者だけになるってどういうこと？もしかして航空ショーの熱気球も盗むつもりじゃない？飛ぶものを全部手に入れる気だよ。アウレット追いかけよう。でもアウルグライダーが壊れちゃったし。アウルグライダーがなくてもアウレットは空を飛べるでしょ。うん、無理。無理ってなんで？ナイト忍者がすごすぎるから私はあんな上手に飛べない。え？アウレットだってすごく上手だよ。ベタベタロープでグライダーを壊されたのはアウレットのせいじゃないし。そう、大丈夫だよ。まず基地にアウルグライダーを運ぼう。それから博物館に行くんだ。できたね。博物館に古い飛行機があるのを思い出してよかった。かっこいいだろ。うわあ、ほんと上手だね。ナイト忍者を捕まえられるよ。飛ぶのが一番上手いのはアウレットだよ。だから作戦を立てて。私が？でも、ナイト忍者だ。ベタベタロープで熱気球を盗もうとしてる。教えてアウレット、どうやってナイト忍者を止めたらいい？やることを言って。あいつに空飛ぶものを全部取られたら嫌だろ。いいよ、気にしないで。自分でやってみる。いけ、パジャマスク。何？止まって。どうやるの？見たことないよ。じゃあな、僕はこれでまったな。どうしたのアウレット、一緒に戦ってほしかったのに。ごめんなさい、ナイト忍者には勝てそうもないと思って。空中回転とか見たでしょ。アウレットの方がすごいよ。僕たちはそんなにうまく飛べない。だから力を貸して。アウレットなら勝てるよ、絶対に。わかった。アウルアイ。博物館のロケットも盗み出してる。ナイト忍者の隙にはさせない。どんな作戦で行く？作戦は、作戦は、ダメ、思いつかない。まあいいよ、行く途中で何か考えよう。キャットボーイ出動。キャットボーイ、なんとかして。私には勝てない。待って、どこに行くの？基地だよ、私はいない方がいいでしょ。そんなことないよ、一緒に来て。アウレットは誰より上手に空を飛べる、信じてるよ。私は信じられない。お願い、僕たちに飛び方を教えて。アウレットがいなかったらナイト忍者に街中の飛行機を取られちゃう。寂しかったか、おじゃマスク。また別の飛行機をいただきに来たぞ。ナイト忍者たちはまっすぐこっちに向かってくる。だから僕たちは、そう、基地の後ろに隠れて不意打ちで攻撃しよう。あ、わかった。じゃあついてきて。近づいてくるよ。どうしよう、戻ってきて。壊れたアウルグライダーは基地の中に置いてあるはずだ。パジャマ抜けの3人が目を回している間に基地を引きずり倒してアウルグライダーをぺちゃんこにしてやろう。キャットボーイ、左に曲がって。違った、ごめん、右。向きを変えて。アウルウィングウィンド。助けよう。
上手だったよ。このまま頑張ってナイト忍者を倒そう。ちゃんと空を飛べるのはアウレットだけなんだ。今ので分かったでしょ。そうだね、前はナイト忍者の勝ちだった。でも今度は私の力を見せてあげる。今こそヒーローになろう。イエーイ。どうするアウレット、敵は基地とつながってるってことは。そうだ、キャットボーイ言う通りにして。このまま騎士を上げて前へ。いいか、引っ張れ。遅かったな。大事な塔がドシンと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをぐっと前に押して下がれ。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。やっつけてやるからな、おじゃマスク。見てろよ、すぐに僕を下ろせ、ニンジャリーノ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。アークを倒し、街を救った。まあまあだったよ。私だったらそうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほらこうだよ。ブン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 。落ち着いてキャットボーイ。うわ、子供チャンピオンカップのポスター。このカップすごく欲しいな。でも種目がたくさん。スプーン競争でしょ、二人三脚、それに玉乗り。キャットボーイのスピードがあれば優勝してカップをもらえる。でも普通のコナーのスピードじゃ絶対に無理だよ。はあ、早くなきゃ勝てない。子供チャンピオンカップはスピードだけの勝負じゃないよ。ゆっくり落ち着いてやる方がただ飛ばすより強い。嘘だ、速い方が勝つに決まってる。コナー待って、そっちじゃないよ。大会をやるのは競技場だ。ああそうか、僕が一番乗りだよ、行こう。カップがどこに行ったの。ねえ見て、忍者リーノの足跡だ。ナイト忍者が盗んだんだな。僕たちで取り返そう。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために、勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ。ゲッコー、ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ、盗まれた優勝カップと関係がありそう。キャットカーに乗って。
小カップを盗んだのは分かってるぞ、ナイト忍者。返すんだ、今すぐに。いいとも、オジャマスク。ただし、これから僕とレースを3つやるんだ。より多く勝った方がカップをもらう。勝つのはこの僕に決まってるけどね。無理だよ、僕に勝てるやつはいない。僕はキャットボーイ、誰よりも素早いヒーローだ。それじゃあ、僕の挑戦を受けて立つんだな。ナイト忍者が夜の世界で一番強いってところをはっきり見せてやるぞ。ルナガール、一体何をしに来た？そう、おかしなレースにはおかしな審判がいた方がいい。私はどう？バルモノがレースの審判？ダメだよ、ナイト忍者を勝たせる気だろう。ああ、なるほどな。じゃあやめてもいいぞ、オジャマスク。やるよ。僕のスピードなら余裕で勝てる。ルナガールも認めるしかないだろう。決まりだね。ああ、そうだ、カップはどこ？私もちょっと見てみたい。ああ、今はダメだ。後でゆっくり見せてやるよ、僕が勝ってからね。カップを探してきて。ピカピカで綺麗に違いない。ピカピカで綺麗なものは全部私のものだ。最初のレースでは卵を落とさないようにゴールまで運ぶんだ。スプーンに乗せてね。は？ちょっと、悪いやつが勝ちますように。いいかい？よーい、スタート。は？よし、行くぞ。最高速度に上げるぞ、スーパーキャットスピード。飛ばしすぎだよ、キャットボーイ。うわ、キャットボーイ、よくやった、忍ちゃん。ああ、僕の勝ちだ、勝ちだ、勝ちだ。僕の名前はカッタ忍者。ふわっは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 。これで僕が一勝、残り2つだな。このレースには負けちゃったけど、次は絶対に勝つよ。じゃあ2つ目のレースを始めよう。だけど、どうしてわざわざ足を縛って走る必要があるの？知らないね。でもやることは簡単だ。ちょっと、ズレしないでよ。うん、そのやり方でもいい。なんだその顔は。私は悪者だよ。いいかい、よーい、スタート。あったか。よく探すんだ、絶対欲しい。キャットボーイ、スーパーキャットジャンプをやって、それに合わせて私が飛んで月光を運ぼう。わかった、じゃあ急いで。3つ数えるね。1、2。わー、待って、キャットボーイ。僕強いけど体は硬いんだよ。もう一度やろう、普通のやり方で。わかった。息を合わせて一緒に走っていくよ。1、2、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 
あのずるい忍者め。落ち着いて、まだ勝負はついてない。3でいくよ。1、2、3 1、2、1、2 1、2、1、2、1、2。何？休んでても大丈夫って言ったよな。うまく走れる、これなら勝てるよ。ははしまった。でもここから猛スピードで飛ばせば大丈夫だ。行こう。あ、待って。うわね、忍ちゃん。お前たちが悪いんだぞ、忍者リーノ。よし、最初のレースは忍ちゃん、次のレースはおじゃマスクの勝ちだ。だから最後のレースで勝った者がカップを手にする。負けられないね。
役立たずのガガカップを見つけられなかったから私がやるしかない。うん、いい知らせだ。私もレースに出る。大丈夫よ、忍ちゃん。あんたが勝てるようにするから。そして私がナイト忍者に勝つ。ルナガールもレースに出るなんて言ってなかったでしょ。しょうがないじゃないか。あいつが審判なんだからルールも自由に決める。いい？それぞれのチームから代表一人が出て、この大きなボールに乗って走るの。はい、やるやる。猫はこういうのが得意だからね。わかった。でも忘れないで、慌てずゆっくりだよ。位置について、よーい、スタート。落ち着いてやればきっと勝てるよ。ああ、勝ってカップが欲しかったらもっとスピードを出さなきゃ。スーパーキャットスピード。ダメだ、速すぎる。止まれないよ。このインチキだらけの嘘つきめ、僕を勝たせるはずだろ。あら、スピードだけ速くても勝てなかった。カップを取り返したかったらゆっくり落ち着いてやらなきゃダメなんだ。今こそヒーローになろう。ねえ、みんな一レースずつ勝ったから引き分けだよね。最後にもう一つすごいレースをやって、それに勝った人がカップをもらうのはどう？いいかい、ここからグラウンドまでボールに乗って競争する。そのどこがすごいレースなんだ？そうよ、玉乗りならやったでしょ。玉乗りしながらスプーンで卵を運ぶの。そんなの簡単。いいだろう。ついでに頭に忍者リーノを乗せるんだ。面白いだろう。子猫ちゃんはどうせまた失敗する。勝つのは僕だな。いや違う、あたしだ。ちょっと、うわ、分かってる、慌てずゆっくり。慌てずゆっくり。グズグズしてると負けるぞ、ノロマくん。のだよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。子供チャンピオンカップはコナーのものだ。また博物館に行くの？磁石の石は昨日全部見たでしょ？そうだけど、大切な石を忘れてきちゃって、ないと落ち着かないんだ。大丈夫だよ、グレッグ。写真をたくさん撮ったから、どこかに写ってるかも。あ、あったよ。写真を撮るときに台に置いて、そのまま置きっぱなしに。ねえ、その石どうしてそんなに大切なの？誰かにもらったプレゼント？そうだよ、おばさんにもらったんだ。すごく珍しい月の石なんだって。かっこいいよね。その時からどこに行く時もずっと持ってる。早く取りに行こう。はあ、
こんなものがあるの？大きいものばっかり、すごく重いよね。どうやって中に入ったらいいだろう。中には入れないよ。昨日の夜、磁石の石を全部盗まれちゃったんだって。どうしよう、僕の大切な石も他の石と一緒に盗まれたかも。磁石の石を欲しがる悪者って誰だろう。もしかすると他にも磁石を持ってるやつかも。ルナマグネット、ルナガールだよ。そうだね。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。グレッグはヤモリ。ゲッコー。やー。コナーは猫に。キャットボーイ。パジャマスク。行こう。ルナガールを早く見つければ大切な石も早く取り戻せる。アウルグライダーに乗って。うわっ、どうしたの？アウレット、磁石の力でコントロールが効かなくなってる。ちょっとここを離れるね。ダメだよ、ルナマグネットでやってるなら近くに僕の石もあるはずだ。月光の石だけの問題じゃないよ。離れた場所を飛ぼう。わかった、しっかり捕まってて。毛が逆立つくらい揺れるかも。うわぁ、まさかルナビームで列車を。あんな重いもの持ち上げられなかったはずよ。どういうことなのか見に行こう。最高だね、超強力なウルトラマグネットを使えば好きなものを何だって持ち上げられる。アウルアイ。ああ、そういうこと。ルナガールは盗んだ磁石の石を使ってルナマグネットをパワーアップさせてる。僕の石も持ってるかな。うん、多分ね。ルナマグネットを奪おう。グライダーの爪を使うね。待って、爪はダメだよ。僕の石が割れたらどうする。スーパーリザードグリップ。結構、月の石よりも安全の方が大切だよ。中に戻って。大丈夫、しっかりくっついてるから。ルナガールに近づいてマグネットを奪おう。そうだね、結構。サイレントモードで音を立てないようにするね。ルナガールに忍び寄るよ。ルナガール、僕の大切な石をすぐ返せ。あら、誰かと思ったら月のパワーよ。おじゃマスクどもを捕まえろ。ルナガールに石を取られて本気で怒ってたから。石が大切なのはわかるけど、任務はもっと大切だよ。月光のと一緒に博物館の石も取り返そう。パワーアップしたルナマグネットを何とかして。伏せて。はっ、お前たちなんかウルトラマグネットの敵じゃないね。さあくらえ。スーパー月光カムフラージュ。やった！あははは！どこにいるの？お願い助けて！結構！から盗んだ石をすぐに返せ。僕の石だけでも返してよ。その白いやつ、それだよ。せっかくのパワーを諦めろっていうのか。嫌だね。特別な石なんだ。
特別？この石のどこが特別なんだ？全部だよ。返して。統一機から来た石なんだ。月？いいこと考えた。え？何をする気だ？わからない。かわいい猫ちゃん、車を盗むのは終わり。月を空から引っ張り下ろして私だけのものにする。ありがとうトカゲちゃん。ちょっとダメだよ。待って、そんなのむちゃくちゃだし危ないよ。だから何？私は月が欲しい。本当にごめんね。月のことを言う気はなかったのに、つい口が滑っちゃった。いいんだよ月光、一緒にルナガールを止めよう。アウルグライダーで飛んでいくのは危ないよね。またウルトラマグネットで捕まるかも。大丈夫、いい作戦があるんだ。月光の力も必要だから、石のことは忘れて手伝ってくれる？任せてキャットボーイ。よかった、僕たち3人で3つのものを相手にする。ルナガールとマグネット、それからガだよ。どうするか言うね。最高だね、世界一素敵なものが手に入るぞ。ムーンパワー、私に月を持ってきて。やった、ウルトラマグネットがあれば月は私のもの。私だけの。パジャマスクがいる限り無理だよ。構えた。アウレットがルナガールの相手をしてる間に、月光はマグネットを取って。僕の石。待って月光、石は後だよ。マグネット、さあ早く取って。でもすぐそばにあるのに。ルナバード行け。うわなトカゲは自分の石が大好きなのね。でもただの月のかけらでしょ。私は丸ごと欲しい。まあそのつまらない石っころに感謝しなくちゃね。トカゲ坊やは私を止められない。ムーンパワー、月を持ってきて。ルナガールの言う通り、自分の石のことだけ考えて任務を失敗させちゃった。今こそヒーローになろう。し、し、し。ふぅ、ありがとう月光。これからどうする？すごくいい方法があるよ。僕の大切な石を投げればいいんだ。ちょっと、どうなってるの？ルナマグネットは月を引っ張るはずなのに。うん、そうだよ。だから月のかけらを僕の石を引っ張ってる。やるじゃない結構。ふざけるな緑の変なトカゲめ。アウルウィングウィンド、やめて。急ごう、ルナガールがああやってるうちに磁石の石を取り返すんだ。スーパーキャットジャンプ、取ったよ。やめろこの石泥棒。石は全部返してもらった。もう月を引っ張る力は出ないだろルナガール。でもこれくらいの力はあるよ。僕だってそれくらいの力はある。スーパー月光パワー。わー、じゃあまたねルナガール。わー、覚えてなさいパジャマスク。やった、月は元の場所に戻ったよ。磁石の石がなかったらルナガールはもう月を引っ張ることはできないね。大切な石を諦めるなんてすごい勇気だよ。よかったの月光。うん、石のことより後片付けの方が気になるよ。博物館の前に列車やロケットがいっぱいだ。みんなで片付けよう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。
物館に行くの？アマヤと僕がギフトショップで新しい石を買ってあげるよ。月の石ほど特別じゃないけど、でも…うわあ、ありがとう。でも僕、石がなくても大丈夫だよ。だってただのものだもん。だからそんなに大切じゃないでしょ。だけどあの石はすごく特別だったよね。あの石でルナガールを倒したし、やっぱり新しいのがいるかな。ない方がいい？それともある方がいい？ない方がいい？グレッグには何かを決めるスーパーパワーはないんだね。ほんと、悩めるヒーローだよ。せっかちなアウレット、早く行こう。早く早く。どうしたの？何かあるの？アマヤ、新しいジェットコースターに乗れるんだって。空飛ぶビュンビュン列車、昨日動いてるところ見たけど、すっごく速いの。本当に飛んでるみたいだった。やったね、速いの大好き。ビュンビュン、うわあんなに並んでる、人気なんだね。だって世界一すごい乗り物だもん。行こう、早く見てみようよ。おい、僕たちが先だぞ、並んで。ねえアマヤ、みんなお待たせ、移動遊園地の目玉、空飛ぶビュンビュン列車がついに消えた。ジェットコースターは？あ、なくなっちゃったの？ああ、ものすごく楽しみにしてたのに。でも乗り物が消えるなんてあるのかな。そう、ジェットコースターっていうのはさ、曲がったり宙返りしたりしてるけど、この線路はぐるっと輪になってる。ここから出て行っちゃうなんて絶対おかしいよね。見て、あっちにも線路があったみたいだよ。跡が残ってる。線路が消えたってこと？夜の悪者の仕業だな。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために、勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。イエーイ。グレッグはヤモリに、ゲッコー、ヤー、コナーはネコに、キャットボーイ、アマヤはフクロウに、消えた線路を探すんだから地面を走る方がいいよ。そうだね、確かに。じゃあ今度アウルグライダーに乗せてあげる。わかった、それじゃあ今日は。キャットカー、わかってる、任せて。アマヤってせっかちだよね。二人とも行くよ、急いで。手がかりはどこ？何かないの？待って、アウレット、消えた線路の跡がここにあるだろ。忘れた？これをたどっていけば列車があるのかな。あるよ、早く行こう。そうみたいだね、月光。すごい勢いで飛んでった。もしかしたら…ちょっと、ロミオはほっとこう。ラボにいるならビュンビュン列車とは関係ない。列車泥棒を探さなきゃ。早く早く。あ、わかった。もう…線路の跡はない。じゃあどうやって列車を探す？アウルアイ。待って、前に何か見えるよ。何か速いもの見つけた。列車だね。すごいスピードでしょ。犯人の顔を見に行こう。ロミオ、いやー、どうも。パジャマスク、どうも。さっきラボに乗ってただろ。乗ってないよ、ラボの中には誰もいない。カイロがショートして勝手に走り出したんだ。
だからこのすごいスピードの列車に乗ってラボを追いかけてるのさ。普通の道なのになんで線路があるの？簡単だよ、僕の新発明線路バンバンの力だ。どんな場所でも線路を敷ける。うわ、本当にすごいんだね。驚くのはまだ早い。後ろ側ではどんどん線路を取って元通りにしてるんだ。ねえロミオ、列車を返してくれない？ラボは捕まえてあげるから。はっ、ラボの代わりに列車を渡せっていうのか？いやだね、もっとスピードが出るようにラボで列車を改造して世界一速い悪者になるんだ。はっ、見つけたぞ、僕のラボ。バイバイパジャマスク、この列車にさよならを言うんだな。ロミオにラボは渡せない。列車を改造してもっと悪いことをする気だよ。すぐ追いかけよう。待ってろよロミオ。自動操縦。うわーすごい、この列車本当に速くてかっこいいね。はっ、すぐ捕まえてやるぞ、いたずらなラボめ。はは、ノロマなキャットカーがどんどん離れていく。僕に追いつけるもんか。行くよパジャマスク、ロミオをやっつけよう。スーパーアウルウィズ。アウレット！うわ、危ないところだった。ありがとうキャットボーイ。慌てちゃダメだよ、じっくり行こう。そうだ、ロミオにゆっくりこっそりそっと忍び寄ろう。なんでゆっくり、すぐ行こう。うわうわうわ、アウレット！大丈夫よ。あ、パジャマスクがこの列車に乗ってるわけないよね。念のため振り落とそう。本当にごめん、ロミオに気がつかれちゃったみたいだね。大丈夫、作戦変更だ。みんなでロミオに飛びかかろう。3人でいっぺんにね。それじゃあ3つ数えたら走り出すよ。1、2、最高アウレット。ダメだ、待って。あいつ、やっぱりキャットボーイと月光の言う通りにすればよかった。ロミオはもうすぐラボを捕まえる。うん、私が一人で飛び出したせいで。アウレット！ねえ大丈夫？うん、本当ごめんね。キャットボーイが作戦を考えるたびに私が飛び出しちゃって、それで失敗ばかり。いいんだよ、列車に乗れて嬉しくなっただけだろ。ロボットアーマーは僕に任せて。スーパー月光パワー！私も作戦を考えたよ。みんなで力を合わせる最高の作戦。今こそヒーローになろう！やっ！いるのは分かってるぞパジャマスク。すぐにやっつけてやる。わっ！早く作戦を教えて。この列車を走れなくするの。3人で力を合わせてね。キャットボーイ、木の枝を何本か取ってきてくれる？月光は線路バンバンの隣までこっそり進んで。了解アウレット。最後に私の出番。木の枝を月光に持っていくから、月光はそれを線路バンバンに突っ込んで動きを止めて。線路がなかったら列車はロミオのラボを追いかけられないでしょ。いい作戦だね、絶対うまくいくよ。二人の準備ができるまで私がちゃんと待ってられればね。行くぞパジャマスク。あ、やだ、忘れちゃダメよ、慌てない。頼むねキャットボーイ。私はそう待ってる。よしいいぞ線路バンバン、どんどん線路を作れ、急げ。スーパーキャットジャンプ。
てやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろパジャマ抜け。もう遅いわロミオ。ゲッコ、線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。ビュンビュン列車は取り返せたんだし、パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。わーい、早く。そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。わー、やった。ねえ、先に乗っていいよ。本当にありがとう、アモヤ。私後でいいから、楽しんできてね。すごいスピードだよ。キャットボーイと雨の雲。タッチ。よし、待て待て。ああ、かわいそう。水が嫌いなのね。私は好き。いいか、スプリンクラーで遊ぼうよ。スプリンクラーの何が楽しいの？ちょっと濡れるだけだよ、コナー。分かってる。ただ僕、鬼ごっこが好きだから。イエーイ。うわー、コナーもみんなと一緒にちょっと水遊びしない？冷たくて気持ちいいよ。でも、暑くないから。じゃあいいよ、楽しいんだけどな。行くぞー。あ、おーい、ん？どうしちゃったの？あれ、水が出なくなっちゃった。あ？どうなってるの？なんなのこれ？どういうこと？すごく寒い。変な黒い雲がずっとこのままだったら、もうお外で水遊びができなくなっちゃう。大丈夫、そんなことないよ。あの雲がどこから来たのか調べてみよう。ホースはどうなってる？水のタンクだ。スプリンクラーで撒く水が入ってるんだよ。今は空っぽみたい。なんでこのタンクの中に黒い雲が？誰が入れたのかな？ガダ！ってことはルナガール！パジャマスク出動準備！夜の街で悪を倒せ！日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。アマヤはフクロウに。アウレット、イエーイ。グレッグはヤモリ。ゲッコー、ヤー。コナーはネコに。キャットボーイ、これ以上雲が増えたら大変だよね。急いでルナガールを探さなきゃ。スプリンクラーのタンクをもう一度見てみよう。何か手がかりがあるかも。キャットカーに乗るぞ。
ルナガール。あら、びっくりね。そろそろ来るんじゃないかと思ってたわ。いい子のパジャマスクちゃんたち。どうして雲をいっぱい作ってるの？お外で遊べなくなっちゃう。それが狙いよ、ヤモリちゃん。私は夏の遊びなんてしたことがないの。だからこの黒い雲でお日様を隠して誰一人遊べなくしてやる。私たちと遊ぼうよ、タッチ。パジャマスクの変な格好で真っ昼間みたいに楽しく遊ぼうっての。うえ、今日はほんの腕試しよ。タンクがいっぱいになったら雲をいっぺんに空に飛ばす。そしたら夏は終わるのよ。夏が終わる？そんなのひどすぎるよ。ルナガールを引きつけてて。その間に僕がルナマグネットを奪って黒い雲を全部吸い込むよ。あら、そう？ルナマグネットを盗むつもりなの？え、キャットボーイ、代わりにいいものあげるわね。そんな雲なんか怖くない。そう？猫って水が大嫌いなんでしょ？だから雨雲を作ったの。ルナパワー、雨雲をキャットボーイの上。大丈夫、作戦通りに行こう。僕は平気だから。頼むね、キャットボーイ。頑張って。うわぁ、やっぱり平気じゃないかも。あぁ、ははは。さあ雲よ、キャットボーイを追いかけ雨を浴びせるのよ。私を倒すなんて絶対無理。つまり私の勝ち、勝ちだ。雲よ、
ワンになってビクビク子猫ちゃんを囲んでやりな。やだやだやだ。はっ、それじゃ雲でタンクをいっぱいにするとしよう。ルナパワー雲を作れ。そしてタンクに入れ。僕ならできる。濡れるのは嫌だけど、友達を悲しませる方がもっと嫌だ。今こそヒーローになろう。スーパーキャットスピード、今行くよ。パジャマスク、稲妻よりも早く。うわ、無敵のキャットボーイが雲の下を走る。おお、雲を全部おびき出すんだ。何、待て、何をやってるんだ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。いやだ、びしょ濡れじゃない。あ、うん、あ、やめてやめて。あ、それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。うわぁ、結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。うわぁ、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。あ、うん、ルナマグネットが。これじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して、次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。待て、捕まえるよ。あ、水だ。楽しいよ。ちょっと、まだ水が怖いの。うん、でも人にかけるのは平気だよ。クリスマスを救う。ねえコナ、明日はクリスマスなのに雪降りそうにないよね。雪がある方がいいけど、なくても楽しいよ。うわ、ダメ、できない。どうしたの。もうすぐクリスマスなのに楽しくなさそう。だって僕アイススケート初めてなんだもん。こういうの苦手なんだ。教えてあげる。ほらやってみて。クリスマスツリーを見ながら滑ろう。うん、ライトや飾りが綺麗だよ。ライトや飾りって。嘘、どこに行っちゃったの。飾りが一個もないよ。モールも消えてる。お星様もなくなってるよ。キラキラの飾りがいっぱいだったのに。なくなるなんて変だ。昨日の夜誰かが撮ったんだよ。でもこんなに高い木なんだよ。どうやって撮ったの。それを調べてみよう。スケートを滑るより面白いよ。パジャマスク出動準備。夜の街で悪を倒せ。日が沈み夜になると、恐るべき悪の手から君たちを守るために勇敢なヒーローが立ち上がるのだ。いや、コナーは猫に、キャットボーイ、アマヤはフクロウに、アウレット、イエーイ、グレッグはヤモリに、ところの飾りを取れる相手なんだ。僕たちも空の上から行こう。早くアウルグライダーに乗って。
風だ。どうしよう、ルナガールがみんなのプレゼントを盗んでる。明日の朝起きてプレゼントがなかったらみんながっかりするよ。ルナガール、プレゼントをすぐ返しなさい。君のものじゃないだろ。うるさいよいい子ちゃん、全部私のだ。クリスマスは私のためにある。ねえ、ルナボードを取り上げたら煙突まで行けなくなるんじゃない？それがいいね、月光。よし、行こう。ルナガールを地面に下ろそう、アウルウィング。ルナボードに乗れなかった、ごめんね。気にしないで、ルナガールを追いかけよう。アウルグライダーじゃこの道は通れない。アウレットは空を飛んで追いかけて、僕たちは走ってついてくよ。それじゃ行こう。待って、ルナガール。何？プレゼントを返してって言ったでしょ。いやよ、返したくない。取れるもんなら取ってごらん。やだ、あたしのよ。何するの。ダメ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 。パジャマスク、一緒にルナガールを引っ張って。スーパーキャットジャン。は、子猫ちゃんがまた遊びに来た。猫って高いとこから落ちても平気なんだっけ。キャットボーイ。ルナボードに乗ってここから逃げるんだ。またこれに乗るの？僕には無理だよ。やって、結構頑張ればきっとうまくできるはずだよ。うわ、すごくグラグラする。アイススケートより難しいよ。うわ、ダメだ、やっぱりできない。結構大丈夫だった？こういうの苦手で。いいよ、気にしないで、僕たちが何とかするから。ルナガールを追いかけよう。もう終わりよ、ルナガール。悪いことはやめて。そっちこそ私の邪魔はやめてよね。ちょっと何するの。アウレット。羽が逆立っちゃった。アウレット、ごめんね。スーパーキャットジャンプ。ちゃって何もできないよ。まっすぐ飛ぶのも無理。月光がルナボードに乗ってキャットボーイを助けに行って。またでもあれに乗るの苦手なんだ。ほとんど乗ってないんだから苦手かどうかわからないでしょ。本気でやってみて、絶対できるから。助けて。キャットボーイ。そうだね、アウレット、無理だなんて言わないで仲間のためにやるよ。今こそヒーローになろう。結構カムフラージュ。あの弱っちいヤモリはどこに消えたんだ。あ、一体どこから。うわあ、ちょっと、ありがとう、あたしのよ。うわあ、頑張って結構、やればできるよ。うわ、結構、手が離れそうだ、引っ張って。うわ、でもそっちにかがんだらバランスを崩しちゃう。必ず助ける、絶対にね。今は何とかして上手にルナボードを飛ばせ。
も大変。このまま飛んでくからね。壁にぶつかる。うわあ、ヤモリもドキドキ。すごく高いよ。落ち着いて、ゲッコ。ぶつからないように。うん、気をつけるよ。うわあ、やった。下に降りるよ、ゆっくり。やったね。コツをつかんだんじゃないね。やればできるだろう。うん、かよ。やめろ、離せ、このおじゃマスク。もう終わりよ、ルナガール。そう、ルナボードがなかったらプレゼントを盗むことはできないでしょ。うん、そんなのないよ。クリスマスをお祝いしたかっただけなのに。今年もまた一人ぼっち。え、いつもクリスマスは一人だったの？すごく寂しかったでしょ。そうだ、クリスマスイブは僕たちといればいいよ。一緒に？そう、まずはプレゼントとツリーを元通りにする。手伝って。それからクリスマスをお祝いしよう。いいだろ？そうね、いいわよ。じゃあ乗って、一緒にクリスマスを救うんだ。イエーイ！上手にルナボードに乗れるようになったね、ゲッコ。ありがとう。上手になったら大好きになっちゃった。手伝ってくれてありがとう。ルナボードとマグネットは返すよ。ありがとう。そろそろ家に帰るんでしょ。楽しいクリスマスは終わりだね。大丈夫、まだ帰らないよ。もう一つやることがある。と思わない、ルナガール？そうね、これでクリスマスは本当に終わり。今年もプレゼントはなしだった。うんうん、あるよ。スケート靴！でも私滑ったことないの。大丈夫、僕もそうだから。きっとすぐできるようになるよ。やってみよう。うわ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 。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、クリスマスを救った。イエーイ。あ、ねえ、何なのこれ。雪だよ、クリスマスの雪だ。さあ、みんな舌を出して。ベーベー。